も当たんなかった。これカレー、
神奈川県警白バイ隊ホワイトエンジェルス、神奈川県警音楽隊、横浜消防音楽隊、交通安全協会防犯協会キャンペーン隊、加賀町消防団、加賀町テロ災害対策協力会、元町リカちゃん、皆様のお役に立つ展示やアトラクションも実施しておりますので、お誘い合わせの上ぜひお立ち寄りください。それでは元町安全安心パレードの出発を前に、元町 SS 会一日理事長を務めていただきます北原照久一日理事長よりご挨拶をさせていただきます。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はですね、元町 SS 会一日理事長という大役を仰せつかりました何度も鑑定団鑑定士の北原照久です。はい、今日はですね、本当に鑑定に恵まれてですね、素晴らしい一日となると思います。ただいまですね、元町厳島近所で皆様の安全安心を祈願いたしまして、参拝してまいりました。今日一日笑顔で楽しく安全に過ごしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、加賀町警察署川辺雄二署長よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました加賀町警察署長の川辺でございます。本日は大変お忙しい中、加賀町交通安全協会をはじめ、加賀町防犯協会、加賀町テロ災害対策協力会など、日頃から地域の安全と安心を高めるための活動にご尽力をいただいている皆様に、元町安全安心パレードにご参加いただき、大変心強く感じているところであります。また本日は AKB48 のメンバーの小田恵里奈さんを一日警察署長に、トライアスロンでオリンピックに出場された田山博和さんを一日消防署長にお迎えして、このように盛大にパレードができますことに心から感謝を申し上げます。この元町安全安心パレードは、歴史と伝統のある元町商店街の皆様の協力を得て、交通事故や街頭犯罪、火事などの災害のない地域社会の実現を目指す官民一体となったパレードによる安全安心を推進するパレードでございます。今年で9回目となるとお聞きしております。加賀町警察署におきましても、失礼しました、カメラが多すぎて若干加賀町警察署におきましても、一瞬にして大切な命を奪ってしまう悲惨な交通事故や高齢者などをターゲットとした振り込め詐欺など、皆さんの身近で発生している事件や事故を一件でも少なくするために、署員一丸となって管内の治安維持に努めてまいりますので、今後とも皆様方のご協力ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。本日のイベントを通じて、笑顔があふれる街づくりの取り組みが一層深まり、ここ元町から安全安心の輪が大きく広がっていくことを記念するとともに、本日の元町安全安心パレードの開催にご尽力をいただきました関係者すべての皆さんに御礼を申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。安全安心に向けたパレード、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日加賀町警察署一日警察署長を務めるのは小田恵里奈一日警察署長です。一日署長は女性アイドルグループ AKB48 チーム8神奈川県代表で活躍中です。一例を皆さんに挨拶していただいてもよろしいでしょうか。こんにちは、 AKB48 チーム8神奈川県代表の小田恵里奈です。こんにちは。安心な街だなってアピールできるように頑張
っていきたいと思います。よろしくお願いします。続きまして中消防署大田隆所長にご挨拶お願いいたします。エリナちゃん、エリナ、皆さんこんにちは。今、ご紹介をいただきました中消防署長の太田です。本日は、皆さん空を見上げてください。雲一つない空ということで、絶好のパレード日和でもあり、皆さんカメラが非常に多い撮影日和ということで、皆さん の希望にお天気も応えたのかなというふうに感じております。このパレードは、子どもたちの、安全安心を願う非常に大切なパレードです。少子高齢化の中で、子どもが少なくなっています。一方でこういったパレードを通じて楽しみながら、防犯や防災、そういったことにちょっと考える時間をいただけると本当にこのパレードの意味があると思います。中消防署、そして伊勢崎、加賀、山手、三消防団合わせて実は674名中区内、東京の公助と言われる消防力がありますが、区民で割り戻すと1人当たり220人になります。ということで、特に、大地震とかですね、こういったことでは、すぐに対応できるというのは非常に難しい限界があると思います。そういったことで、本日このパレードで警察や区役所、関係団体等と、顔の見える関係を築きながら、皆様の安全安心を願って、頑張ってまいりたいと思います。最後になりますが、本日無事に開催ができる、この元町 SS 会の関係者の皆様をはじめ商店街の皆様、日頃のご尽力に感謝を申し上げ、甚だ簡単ですがご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。なるほど、ありがとうございました。中消防署一日消防署長を務めるのは田山博一一日消防署長です。田山博一一日署長は元トライアスロン日本代表選手です。では一言お願いいたします。皆さんこんにちは。NTT 東日本、NTT 西日本、流通経済大学の田山博一です。この一日消防署長をの役をやることによって、この火の取り扱いをやっぱり注意しないといけないなと、火の用心というのを心に込めてこの役をしたいと思います。また来週の5月12日に世界トライアスロンシリーズが横浜大会で行われます。ぜひ皆さんそちらの方の応援もよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。列席者の皆様をご紹介させていただきます。加賀町交通安全協会杉島和三郎会長です。よろしくお願いいたします。続きまして国際 A 級レーシングライダー金山幸男選手です。よろしくお願いいたします。続きまして加賀町防犯協会加賀町警察署テロ災害対策協力会高木雅俊会長です。お願いいたします。続きまして加賀町消防団三浦淳二団長です。お願いいたします。続きまして横浜市竹前勝中区長です。竹前中区長には一言ご挨拶を頂戴できればと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。ゴールデンウィークの中、ね、ようこそこの元町にお越しいただきましてありがとうございます。地元中区の区長の竹前と申します。本日はこのような大勢の中で、安心安全のパレードが開催できて本当に嬉しく思います。中区は高齢者そして自転車の交通事故も非常に多い地域でございます。当然来街者も多いということでそれは仕方がないか思いますけれども、ぜひですねこの中区が働いてよし住んでよしそして訪れてよし、こういった街を目指したいと思っておりますので、今日しっかりと安全安心パレードを行います。皆さんもご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここで川上警察署長、小田恵里奈一日警察署長、
太田消防署長、田山弘勝消防一日署長に、元町リカちゃんから花束の贈呈です。そういうことかよ、ちゃんと何もらうか、全員リカちゃんだよ。はい、それではどうぞお渡しください。出発でございます。パレード隊の皆さん、元気よくお願いいたします。バタレコさん、ありがとうございます。